そういうことですよね。はい、ライフスキル教育講演家のこんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。ということで、10分、一つの動画で10分以上の動画やったらその動画の価値が上がるって聞いたんで、全ての動画を10分以上にしようと思ってます。あの目の前にね、時計も置いて絶対10分するんでよろしくお願いしますね。はい、ということで今日のテーマはどうやったら幸せになれるのかということです。どうやったら幸せになれるのかということで、僕の中ではもう結論出たんですよ。今日の時点ですよ。今日は3月18日ですよ。2020年3月18日、今日の段階での僕の答えですよ。僕の答えは、幸せというものは決断力と想像力が10割。決断力と想像力が10割。この2つのことで幸せは決まってるなっていうふうに思ってます。はい。まあもうこれもう言わんでも分かりますかね。分かりますかね。分かるんですよね。まあ例えばですよ。雨が降ってきた。最悪ってなる、この最悪ってこの嫌な気持ち、嫌な気分っていうのは、雨が自分の心を掴んで、なんかこう傷つけたり、なんていうかこう引っかいたりしてて嫌な気分にさせているんじゃなくて、雨が降っているという出来事に対して、ああ濡れるから最悪や、やりたいことができへんかった、スポーツしたかったのにっていう自分の考え、その雨という出来事に対する解釈、捉え方によって最悪やっていう気分が出ているということなんですよ。だから出来事そのものが自分の気分を左右してるんじゃなくて、出来事に対して自分の信念が入っていて、その信念を通じての解釈がによって自分が悲しい気持ちになったり苦しい気持ちになったり腹立ったりするんですよね。だから出来事って変えることできないですよね。雨降るコントロールできない。でもこの信念っていうのは自分で決めることができるんですよ。自分で選ぶことができるんですよ。ね、自分でどれにするのかなって言って選んだ結果その気分になってるんですよ。だから自分が雨降って最悪やなって思ってるのは自分でそう決めてるんですよ。最悪やなって気分になるってそういうのなんですよ。だからそこの何を決めるのかっていうその決断力がすっごい大事やなと思ってて、それもつい最近おかちもあって、僕はね遅刻ね許せないんですよ。時間に遅れるっていうことがね許せない。で僕自身もちゃんと時間を守ろうと思って、その日までに完成させるためにちゃんとスケジュールを立ててやっていくっていうのが僕のスタイルで、それを周りにもねつい要求しちゃうんですよね。である日こんなことがあって、まあ、例えば11時に来ると、例えばじゃない、あったことですよ。11時に来るっていう約束をしてたんですけど、その人が11時超えても来ないんですよ。なんで来おへんねやっていう風にイライラの気持ちが出てきたんですよ。そのイライラの気持ちっていうのは、時間通りに来るべきだっていう僕の信念、僕が選んだ信念の結果そのイライラっていう気持ちが出てるんですよ、ね、でもこのイライラしてる時間っていうのはもったいないですよね。めっちゃもったいなくないですか。このイライラしてる、ずっとイライラしてる、これイライラって何も得られないじゃないですか、このイライラっていうのね。だから僕はその時にこのイライラの時間もったいないなと思ったんですよ。だからその根本、その信念、時間通りに来るべきだっていう信念を、全然違う信念を選んだら気持ちが変わるんじゃないかってことなんですね。でその時僕が選んだ信念っていうのは、相手を待ってる時間っていうのは神様からのプレゼントだ、そういう信念に変えたんですよ。相手を待ってる時間っていうのは神様からいただいた大事なプレゼントなんだというふうな信念に変えたんですよ。で相手は来ないですよ。相手が来ないのは変わんないですよ。信念変わっても相手が来ないのは変わらん。でも今この時間ずっと待たされてるっていう時間は神様からのプレゼントなんだ。じゃあ普段やってない、普段見ていない本を見てみようとかね、普段見ていないニュースピックスの記事を見てみようとかね、あ、じゃあ今のこの時間自分はこれからどうやって人生を歩んでいくのか考える時間にしようとかね、いう風になったんですよ。そうするとイライラの気持ちは羽を吐いてどっか行っちゃいました、さよならって
ね、そんな感じでどっか行ったもんだから、僕はイライラの気持ちからスッと変わってリラックスでちょっと楽しい気持ちになって、あの本を読んだりね、今までやってなかったニュースピックスの記事読んだりね、なんやろ、人生どうやって生きるかってこうブレストをしたりね、そういう時間を過ごしたんですよ。それがね、結局1時間続いたんですよ。1時間続いたけど、1時間僕はイライラするっていう1時間ではなくて、1時間神様からのプレゼントを有意義に使うっていう1時間に変えることができたんですよ。ね、これがやっぱすごいなと思ってて、やっぱその相手が遅刻するとか、相手の環境とか起こる出来事っていうのは自分にはコントロールできない、そのコントロールできないことに僕はとらわれてたら、ね、自分の人生っていうのはどこかの誰かの手の中にあると、その人次第で僕は幸せになったり不幸せになったりするって、そういうの僕嫌なんですよ。そうじゃなくて自分で選びたいんですよ、自分で決めたいんですよ。で、幸せっていうことに関しては自分でどういう信念を選んでどれにするかって決めるだけなんですよ。それを決めるとそういう気持ちが出てくるんですよ。気持ちっていうのはやっぱ幸せやなってことじゃないですか。幸せっていうのは感じることなんで、やっぱそのそういう信念によって幸せやなって感じる機会がね、どんどん増えていくんですよ。だから一つ目、幸せになるために大事なことっていうのは自分で決断すること、どういう信念を選ぶのかっていう決断、自分が決めてるんですよ。いろんな信念、いろんな考え方がある。相手が遅刻するということに対して、あいつ約束破りやがって時間を守らへんなんて最悪なやつやっていう考え方もあったりとか、いや相手は何か忙しいんだから、相手の時間も大事にしてあげなきゃ、尊重してあげなきゃって考え方とか、まあ僕が先取った神様からのプレゼントだっていう考え方、いろんな考え方が無数にあって、その中で自分にとって都合のいい信念を選んでそれにするって決めること、はい、決めることなんですよ。決めることでも人生が幸せになるのも不幸せになるのも変わってくるってことがまず一つですね。で、その決めた後にすることには想像することですね。これが想像力、二つ目なんですよ。じゃあ僕は神様からのプレゼントだって決めました。じゃあ決めた。じゃあどうやってこの時間を過ごそうってこう想像するんですよ、頭で想像して、あ、普段やってない、あれもやりたい、これもやりたい、あ、こんなこともやっちゃえる、こんなこともできちゃうっていうふうにね、こう想像すると自然にね、楽しくなってくるんですよね。こう想像っていうのはすごいんですよ。想像すれば、それがたとえ現実ではなかったとしても、現実かのように思えてくるんですよね。現実かのように思えてくる。だから想像して、想像力を膨らませることで、自分は幸せにも不幸せにもなれるってことなんですよ。それがたとえ監獄の中にいてもです。監獄の中にいても。これね、アウシュビッツっていう、当時そのナチスの占領下に置かれていた時、ユダヤ人がね、監獄というか、そういう強制収容所に入れられたんですよ。強制収容所に入れられて、目の前で家族が殺されたりとか、自分もこう、なんていうか、体罰じゃないよ、なんていうの、そういう、人体実験とかさせられてた、そういう時期があったんですね。で、その時に、その名前、フランクルっていう心理学者がそこにね、閉じ込められたんですよね。閉じ込められた時に、その、やっぱ苦痛じゃないですか、いろんな苦痛、目の前で家族が殺されたり自分自身も傷つけられるって苦痛なんですよ、辛いんですよ。でもその苦痛をどういうふうに幸せに変えるのかっていうことをその時彼は考えて、その時に一つの心理学の理論を作ったんですよ。それがね、確かね、ちょっと名前忘れた、実存心理学やったかな、ちょっと忘れました。フランクルで調べていただいたら出てくるんですけど、その時に目の前で家族が殺されてても、友達が殺されてても、自分が傷つけられたとしても、そういう環境、そういう状況であったとしても、自分がどういうことを、どういう信念を選んで そこからどういうことを想像するかによって幸せっていうのは変わってくる。どんな状況でも幸せになれるというふうに彼は説きました。そうです。どうそれを捉えるのかってこと、どういうふうに自分は生きていくのかって決めるっていうことです。で、今のこの状況、まあ皆さんもそうだと思うんですけど、コロナショックですよね。コロナショックなんですよ。コロナや最悪や、行きたいところに行かれへんし、遊びたいことも遊びたい人とも遊ばれへん、好きなイベントもキャンセルになったし、お客さんも来なくなって収入がマイナスや、もちろんいろんな考えとかいろんな信念が出てくるんですよ。それをどの信念を選ぶかなんですよ。自分にとって都合のいい信念を選び取ること、でその選び取ったことを想像することが大事なって思ってて、例えばコロナショックじゃなくてコロナチャンスやというふうに決めてしまうと、コロナチャンスなんだって自分は決めるんですよ。決めて、じゃあそのコロナチャンス、どんなチャンスがあるだって想像すること。想像することで僕はこの YouTube を再開することができました。今まで YouTube ができなかったけど、このコロナっていうチャンスによって新しい時間が生まれた。今までできてなかったことができる。だから僕はこの機会、このチャンスを生かしてこの YouTube をやろうって思ったんですよ。
ね、これがいいかどうかっていうのは置いといて、僕は幸せなんですよ。僕が幸せやったらいいんですよ。僕の中ではね、僕の中では僕が幸せにするための戦略を取ったらいいんですよ。で、皆さん自身を幸せにするための選択と決断と想像をしたらいいかなと思ってるんですよ。で、僕の中ではこれをチャンスとして捉えました。そう考えたら僕は幸せなんで。で、捉えてそこからこのチャンスをどう生かすのか想像すると。この決断するということと想像する。この2つがあれば誰でも幸せになれるっていうふうに僕は思ってます。そんな話でございました。はい、ということでね、この番組では人生とかビジネスとか仕事とか子どもの教育において意味のあること、ちょっとね意味のあることをお伝えしていきたいなと思ってます。よかったらチャンネル登録をお願いします。そしてブチって切る前に、よかったらいいねボタンとか高評価ボタンとかコメントとかしてもらえたら、僕のやる気がぐんぐんぐんって上がってくるので、それもよろしくお願いします。こんな感じでちょうどね、10分49秒なんで10分超えましたんで、そろそろ今日はおしまいにしたいと思います。それではワンダフルな一日を。さよなら。